あとなのかな。何でしょう。ここに何か立ってたような、そんな跡が残ってます。これも何かの土台ですね。書いてあります。店舗、3、なんて読むんだ。書いてます。3、ちょっと読めないですね。文政3。今では見ないような使い方をしてますね。リアルすぎですね、これは。感性っていうんですかね、感性。あったということです。河原もありますね。昭和29年に統合で二川村立ですね。当時は二川村立二川小学校。なるほど。で31年の統合時に湯原町立に変わり、ずっと分校もあったんですけど、それが統合されて、で、平成、これがあのダム建設の様子。でもやっぱり反対した人もやっぱ多いですよね。絶対ほぼみんな反対したけど、まあ当時はもちろん反対もあったでしょうし、ただ結構な暴れ川でもあったそうで、まあ、今湯原ダムはどちらかというとブラックバスの次の聖地というか、あれにはなってますが。そうなんですね、ブラックバスか。29年ってことはこの代が最後だったってことですかね。そうですね、29年のに初統合だね。そうですね、9月に水没だから、まあ、ね、途中でやっぱり移動されてってことですよね。10月に統合というダム底の今ある西小学校の、これですよね、本当に。あのそうですね、この前取ってた石垣とかがまさにそれだと。じゃあ沈んだとこですよね、沈んだあの。この辺とかもあれですかね。そのダムができてからの写真ですね。渡し船なんかあったんですね。それこそ昔湯原のあの辺ね、ロープウェイもありましたし。あ、そうですね、ありましたね。ありました、ありました。これはダムですね。ダムがの建設時の写真ですね。
こういうのが。あ、でこの辺あれですね、温泉っていうかあの砂湯っていうか露天風呂の近くってことですよね。そういうことでしょうね。僕もこれどっから撮ったものか。そうそう、ちょっと分かり、あでも多分でもこれが多分園庭に当たるんだと思うんですが。ね。昨日砂湯がここですね。ですよね。でこの辺まあ花火打ち上げたところら辺ですよね。昨日